皆さんこんにちは。突然ですが、いつもの食卓に何か一品プラスしたいと思うことはありませんか？そんなお悩みが、なんと、人参一本で解決できるのです。今回はその方法をご紹介していきます。まずは、人参を細切りにします。ふんわりとラップしてレンジでチンします。500ワットで4分くらいですね。細切りの細さによって火の通り方が変わるので、様子を見ながら加熱しましょう。いい感じではないでしょうか。ここに醤油と味の決め手、すりごまを加え、よく和えます。これで人参のすりごま和え完成です。簡単かつあっという間に食卓に彩りと栄養がプラスされます。お弁当にもおすすめです。ぜひお試しください。それでは、ご視聴ありがとうございました。